いかと払い清めて遅い山積み上ごとに習いて日頃福祉法人杉の子会理事長遠藤和子殿来年の3月まで市からたくさんの補助をいただき、また、多くの方のご支援をいただき、立派に安全に電車が立ちますことを今日ここに祈願できましたことを心に感謝申し上げます。